ハスキー犬がおならをした時のリアクションが人間と同じすぎて笑えるっていう動画をお見せします。飼い主はどんな風にワンちゃんに英語で話しかけているのでしょうか。日常会話の中から生きた英語を一緒に勉強していきましょう。早速動画をどうぞ。What did you do, Mika? Mika, what was that? What was that? Huh? No, it wasn't me, it was you. You. You did that. どうですか？聞き取ることができましたか？今日はこちらを解説したいと思います。Blame it on the dog という表現があるんですね。犬のせいにするという意味ですが、特におならをした時に犬のせいにする時に使われるフレーズになります。この動画では犬がおならをしたのを人間のせいにするシナリオですよね。 Blame it on the dog というフレーズを知ってるとよりおかしみが増しませんか。他にも汚いですけれども、こんな形で使うこともあるという例を解説していきますが、今後も生きた英語を学べる動画をどんどんアップしていきますので、ぜひチャンネル登録といいねを押していただけると嬉しいです。では早速汚いフレーズをご紹介します。 When my friend's kid pooped in our pool, he tried to blame it on the dog. 友達の子供が私たちのプールで粗相をしてしまった時、犬のせいにしようとした。なんとなく使い方がわかりますかね。ぜひ使いこなしてみてください。英語の夢を見るようになった究極のスピーキング勉強法について以前動画を上げています。英語を話したいと思っている方はぜひリンクも貼っておきますので参考にしてみてください。今日はありがとうございました。またね。